毎度もジャケマルでーす。ということで皆さん、ちょっと聞いてほしいんだけどさ、今五等分の花嫁のコラボやってるじゃん。これさ、4月5日から4月19日までなんですね。ちょっとまずくないか。ということで、あとね数日しかないんですけど、このね五等分の花嫁の映画やるんだね。なるほど。はい、こちらのね、コラボの塔を攻略していきたいと思います。初見プレイでございます。まずいまずい、あと4日ぐらいしかない。はい、ということで、それではね早速やっていきたいと思います。1回のステージやっていきましょう。いや本当に忙しくてさ、動画撮影する時間もなかったんだけど、いやあのコメントでスーパーサンクスいただいたので、やっぱりねなんかモチベーションになったのもあるし、動画でねお礼言いたいなと思ってこの間動画投稿し始めたんですけど、いや本当にマジで忙しかったから全然動画撮影できなかった。ちょっとまずいぜ。あと4日ぐらいでこのね10回までクリアしなきゃいけないということで、難しいのかな、どうなんでしょうか。それではやっていきましょう。さあ完全初見プレイでございます。はい、ベルから鍵をゲット。爆弾を移動させて花束を壊すの。嘘でしょマジで。うん、花嫁鬼には注意しようということで、いや残酷だな。爆弾で、爆弾で何、花束を壊す。あ、氷が花束の役割みたいな感じなのかな。これさどうすればいいの、これ下行けるのかな。あ、行けないんだ。これちょっと右から行っていきましょうか。さあ右の爆弾を押してしまいましたが、これ間に合うのか。花束がある、あそういうことね。オッケー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 、なるほど。さあ上から花嫁鬼がいる。まずいぜ。ちょっと待って、俺狙われてるもしかして。うん、さあということで、多分この石像を押し出して、まずいよまずいよまずいよまずい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 、今危ねえな。この花嫁鬼のさドレスを踏むところだったね。てか踏んでたよな。うん、おいい感じじゃないか。さあこんな感じでですね、多分右に石像を運んでスイッチが、あそういうことか。ちょっと待って、俺これやらかしたか、これやらかしたな。なるほどね。はい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 、先にこれ爆弾を運んでからじゃないと、爆弾が邪魔で石像を運べないんですね。なるほど。そしたらこの石像はまず下に運びましょう。うん、ちょっと待って、これ積んでないか。ちょっと待って、俺これ積んでない、だって、うわちょっと待って、やらかした、これ間に合わないよな。うわーちょっとどうしよう、やらかしましたね。だってこれさ、いやワンチャンある、ワンチャンあるか。これちょっと邪魔で、こうしてこうしてこうして、こうするで、ここら辺の爆弾を使いたいんだけど、これもう無理か、これ積んでるか、ちょっと積んでる臭いな、積んでる臭いんだけど、ちょっと諦めないで頑張っていきましょう。いや失敗はね成功のもとということで学んでいきたいと思います。さあ、あこれちょっともう無理だわ、無理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 。そしたら花嫁鬼と結婚します。いやー結婚は大変だなマジで。こうやってね地道にお金を稼いで、結婚指輪とか結婚式もね開かなきゃいけないし、もういろいろ大変だから、こうやってねアルバイトしないとお金が足りないよー。うん、花嫁鬼との結婚は大変だなーという茶番は、はい、おしまいにしといて、もう一回ねリトライしていきましょう。さあということで、ねサクッと終わらせていきたいと思います。まずは左から行こうか。左の、この爆弾を運びながら、右も、次に爆弾を運べばいいんじゃないか。うん、オッケーオッケー。こんな感じでまず爆弾を左からやりますね。右側に多分花嫁鬼がいたんで、うん、次はこうやって右側を爆弾で、壊すと。で次にこの石像を運んで、めっちゃ順調なんじゃない、すごい綺麗なステップだと思うんですが、はい。さあ、石像運びます。そうしたら最初下かな、うん、最初下に運びながら、うわ待って待って、来た、うん、今ちょっとね寒気がした、うわ来ちゃったみたいな、気持ち悪いみたいな感じで寒気しちゃったんですが、こっか、あ待って待って、間に合うか、あいい、合ってるか合ってるか、びっくりした。1マスね奥に押さなきゃいけないのかと思ったんですが、届いてましたね。こんな感じでぐるっと回っていきましょう。まず1個目のね、ベルから鍵をゲットと。これさ再利用してさ、こんな感じでいけるんじゃね。 OK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 、 はい再利用いいね。そうしたらこのね花束を爆弾で壊すのか、なんか悲しいな。うん、
ね、まあ青鬼とは結婚したくないんでね、花束を燃やしていきましょう。ボンバーですね。さあ左側の鍵もゲットして、下の鍵もゲットすればもうねクリアなんじゃないか。これさ、青に閉じ込められたりするのかな。こんだけ遅かったら、ちょっと待ってね、なんかいい方法ないかな。なんか青鬼を閉じ込める、あ、いけるかもしれない。みんなちょっと待って、これさ遊んでみようぜ。これさ、ちょっと待ってな、なんかできそうだよな。うん、石像を使って、あ、できる。ちょっと待って、花嫁鬼を閉じ込めることできるわ。ちょっとやっていいのかなこれ。花嫁ごめんね。うん、これさ、こうしてちょっと悪い笑みをね浮かべてしまったんですが、皆さん花嫁鬼を閉じ込めていきましょう。これさ、ステージ1でみんなに見せていいのか、大丈夫か。うん、まずやり方としては、いけるか、いける。やり方としては、ん、いけるか、いけ、微妙だな、いけないな。いけないね、いけない、あ、いけないか、いけない。そんなね、花嫁を閉じ込めるなんてできるはずがない。いや、なんかできそうだけどね、頑張ればできそうだけど、無理か、頑張ればできそうだったんだけどな。どうやって俺今できると勘違いしたんだ。うん、はい、ということで、まあサクッとねクリアしていきたいと思います。これでクリアかな。俺どうやって今クリアできると思ったんだろう。はい、ということで、クリアいたしました。よっしゃ、1回のステージ楽勝でしたね。それでは戻っていきましょう。さあ、なんて読むんだろう、中野ちゃん、中野、なんて読むんだろうな、ごめんなさい、読み方は分からないです、教えてください。はい、ということでゲットいたしました。なんか前回もさ、五等分の花嫁とのコラボあったんですけど、その時ちょうどね青鬼オンライン休んでたんですよね。今回はね休まずにねこうやって挑戦できてよかったです。ということで、はい、ステージ1はクリアできました。今お腹の音鳴ったんだけど聞こえた、恥ずかしい。うん、次回はね、この2のステージ挑戦していきたいと思いますが、結構難しそうですね。ちょっとガチャも回しましょうか。お、なんかいろいろ、お、え、こんなにあんの、ちょっと待って、マジ。じゃあ30連ずつ回していくか。30連ずつ、あ、そういうことか。これさ、青銭、あ、そうね、30連ずつ回していきましょう。はい、ということでまず30連、よっしゃ、回していこうぜ。当たるかな。まず10連、20連、30連、はい、当たりませんでした。こっちも30連ずつ回すか。毎回なんかさ、早く終わったら30連ずつ回すみたいなやつ感じだったらおもろいよな。うん、さあ10連、当たんないよね、さすがに当たんないよな。20連30連、はい、こっちもねやっていきたいと思います。さあ、この子はなんか有名だよね。うん、この子は有名、結構見たことあります。ただキャラクターの名前が全然わからないんで、皆さん教えてください僕に。さあ10連目、あ、いいね、見てください皆さん。あれ、これタッチできなくなったの。あれ、左上さ、花束ひろしみたいな、かっこいいね。20連目、さあ30連目、お、当たった、30連で、よっしゃー。あれ、これ見れなくなっちゃったんだね、ガビーン。ということで、ですね、この子当たりましたね。うん、風太郎、よっしゃ、30連で当てていく。さあ、こっちも2連しか回せないのか、じゃあ2連だけ回しましょうか。はい、さあ2連回していきましょう。当たりませんね。ということで、ジェキマルでした。次回はね、2回のステージ挑戦していきたいと思いますので、よかったらぜひ見てください。ジェキマルでした。ありがとうございます。失礼します。またねー。